手振っちゃってるのかな、ね、奥さんですか。第一夫人です。おお、やっぱ小さいんですね。ね。もう年も年です。もう50いくつ。ああ。え、人間で言うとどう思うんですか。もっと。80、90とか。おお、そうなんだ。そうですか。あっちからの方が見えます。そうだね。今ならそうです。今ならそうです。下の方。あ、全然出てきたね。もう出てきそうです。すごい。そっちの方行った方がいいかもしれない。あ、あるかもしれない。そうですね。こう行った方がいい。ありがとうございます。うるさくてすいません。向こうしますね。あった。
あんば行っちゃうのかい。何行っちゃうの。ここ。
ヘネさんでも50歳ぐらいなんだよ。若い。毛並みとね、毛づやがすごいですよ。あ、いや大丈夫だよ。本当全然大丈夫。あ、大丈夫。全然本当大丈夫。私は気にしないで。あ、ネギ持ってる。歓迎。ネギ出てる。かわいい。久しぶり。ネギ好きな。ネギ食べてるね。ネギ食べてる。あ、でも、あ、本当だ、下唇出てくれてるから、みんな、ベロンって出てくる、下唇。下唇が出るの、すごい可愛いの。なんかね、ちょっと油断するとね、ウィーンって下唇でしょ。人間界だと、俺が人間で言ったら、本当に80代とか、もう、本当に超絶おばあちゃんだけど、
真ん中のガラスにへばりついてますよ。ちょっと監視は力あるんで、先週なんかこの真ん中のところでも うるせえおばさんに注意してもらわなあかん。座って座ってよ、一番前だと座ってりゃええんだわ。お年寄りでも子供とらかず抱っこして逃げるけどね。
体重のところよ。頭の毛の。おでこ、手袋の人間でいうと、手袋の髪の毛の体重なんて、人間のすぐに。でこーだな。清正も、ほっぺん傷しとってしまう。
ございます。